はい、FF7 続きからやっていきたいと思います。前回でコスモキャニオンまで来ましたね。はい。で、なんかみんなそれぞれ活動するって言ってたから、なんて？すごい。星の話ばっかしてるみんな。7機追えばいいのこれ。うわぁ、あなたもクイーンズブラッドに見入られてしまったようですね。大丈夫、恐れることはありませんよ。怖い。クイーンズブラッドも星が生み出したもの。え、そうなの？それは大いなる流れの一部。まあ、考え方によってはそうなのかな。カードは祈り、そこから広がった波紋が定めとなるのです。見てエアリス、え、マジ興味ないんだけど無理って顔してるよ。星の意志に触れてみましょう。やるか。こういうタイプの人が一番強いのよね、実はね、うん、いけるでしょう。前回勝てたしね。うん。あ、意外、そんな普通のカード出すんだ。え、こうしちゃうよ。攻めの姿勢だよって。おー、なるほど。なるほど。特に何でもいいね。はい。なるほど。どこ置こうかな。とりあえず上かな。上潰すか。これやな。はい。ちょっと待ってよ。じゃあこれやな。はい、ボーン。で、ここは私のものよって。よし。なるほどね。待って、8？ ちょっと待って、やばい。油断炸裂してる。ちょっと待って。違うな。なるほどね。どうしようか。全然ダメだ。負けた。よし、勝った。よしよし、これは圧勝でしょう。うん。28。よし。なるほど。これも予想外の結果です。どうやらライフストリームが乱れているの。ライフストリーム乱れてんの？ブラッドに。邪悪な息吹を感じます。あんた負けたからでしょ。もしこのままバウトの道を進むつもりならば、本当にくれぐれも気をつけなさい。本当に何かあんの？
次々と命を落としているという話も聞きます。命を落としている？カードは祈りです。決して祈ることを忘れてはいけませんよ。どうか怖このものに星の導きのあらんこと。本当に絶対嘘だと思うんだけど、どう？空を見上げてごらんなさい。空を見上げてごらんなさい。コレルやゴンガガで見た上、あれを見りゃ星の危機が妄想じゃなくて現実だってこと誰でも信じるだろう。それに見ろよ、ここに集った生命学を学ぶ同士の顔を、みんなアバランチの仲間だ。それは違くない？別にアバランチの仲間ではないでしょ。やめなよ。ねえ、何、なんかいる、ここ。うわ、ここにもいる。やるか、しょうがないよね。おっと、挑戦者が現れます。まずはおなだるいね。でもこれまでか、あなた、これは思う、もう言葉の相手はもちろん、はい、まあ倒すか。いけるかな。でもちょっとさっきのがね、まあまあ強かったのでちょっと不安ではある。とりあえず交換。どういう風にいこうかな。ここはこれでいいよね。でもデフォルト、あ、なるほど、それ使うんだ。4だと。3だと強いぞ、使ってくるカードが。もうダウンさせてる。なんか全体的に持ってるカード強いな。ね。で、下が取られてはいけないので、あ、勝った？待って、弱くない？びっくり。多分勝てるよ、これ。こいつ7か。10でしょ？どうやって潰せないかも。あ、いけた。よし。はい、勝ちです。よし。一発でいければもうね、プーって感じよ。よし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 。弱い弱い。2ダウンします。皆さんご覧いただけたでしょうか。私でも足も出ませんでした。ついに最強のバウターが見つかりました。彗星のごとく現れた彼の登場により、クイズの巻きが、はい、本日は素晴らしい最強のバウターは見つかり、引き続きお楽しみください。この番組多分視聴率ゼロだと思う。あなたの中に持ってきてる、怖い。あ、写真の人です。またお会いしましたね。では星に祈りを捧げながら記念に一枚。あ、まあ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 、前回のおばさん。コスモキャニオンの大地を眺めていると、
写真の限界を感じてしまいます。この感動は実際に目にしないと絶対に味わえませんからね。でもだからこそ挑戦しがいがあるんです。神秘的な撮影スポットが見つかったらぜひ教えてくださいね。なんと美しく雄大な大地か。これは星が…なるほど、生み出した芸術作品だ。でこれ乗ればいいのかな。ドアップナナキ、怖くないこれ。あ、敵モンスター映ってるわ。こっちで合ってんのかな。でも大体上上行くよねあれね。何ですかあなた。あ、ダメ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 。の出入りはお断りです。何、貴重品を保管してる倉庫なんですよ。あ、そうダメダメ。いや、あんな人はほっといて。まだなんかありそう。お、いたこの人たちだよ、じっちゃん。ほうほうほう、ナナキが世話になったそうだの。わしはブーゲンハーゲン、少しばかり星には詳しくてな。コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんて、じっちゃんは知らないことなんてないだろ。ほう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 、そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。オイラだってもう48歳だよ。 40? 七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。オイラは父とは違うんだから。ほうほうほう、ナナキよ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。失礼したの。よければ中も見学していくといい。おじいちゃんさ、リアルにするとちょっとなんかこうすごいね、なんかね、あの球体で浮いてる感じが。おお、ナナキを鍛えてくれたそうじゃな。外の世界を知ってたくましくなったかな。喋れないだと。ああ、今日はまた一段。星をめぐる記憶の結晶。目で見える以上。怖いよこの人と喋ってんの。そこには秘められておる。君の魅力を引き出してあげるよ。だって気持ち悪い。ちょっと大きいもんかもしれない。え？これか。おお、それに触るとなだれを起こすぞい。言うの遅くない？触れたんだけど。星の営みを記録するための機械じゃよ。デリケートな代物だからの。扱いには気をつけるのじゃぞ。じゃあクラウドは触ってダメ。で、一瞬でも見た、これで。あ、まだある、まだある。星と
その周辺の星々の縮図じゃ。さしずめ積もった埃が人間といったところかの。なるほど、おしゃれじゃない言い方がね。誰こんなに人いた？びっくりした。何七期の昔の映像じゃ。あの頃はいたずらばかりしておったの。どうした二人、さっさと言ってたけど。何どうしたの？何これ、金魚？どう見てもデメキンだよね。ここに、あ、これか。それはごく初期の魔鋼探知機じゃ。へえ。上行ける？ん？それは気流発生器の模型じゃ。風力で動き、新たな風の流れを生み出す。実物はもう見たことがあるかの？あ、そう、物まで落ちてる。盗んでいい？大丈夫？あとで怒らないでね。はい。あ、これあるイメージだったわ。ほうほう。世界一の大きさの星々の営みを観測する望遠鏡じゃ。こいつで見る星空は最高なんじゃが。今はレンズが曇ってしまっておる。すまないの。掃除してください。そういう問題なのかな。我々がここで観測しているものは遥か彼方、よいしょ。で、回った。すごい、あのね、眩しすぎて何もわからないね。景色楽しみたいのにな。ちょっと惜しいよね。ほな降りましょう。はい、そう、みんなもう一個下か。重点音が響いている。この声、星の悲鳴。悲しげな調べじゃ。最近よく聞くようになった。電声管を伝って地中深くから聞こえてくるのじゃよ。これは星の悲鳴ではありません。星を守るありません。ゼポンの声です。おお、ずいぶんはっきり言い切るの。私たちウェポンを見たんです。ゴンガガとコレルの魔航路で。すごく大きくて。ほうほうほう、それは興味深い話じゃの。が、魔鋼中毒の症状は様々じゃ。うわ、気をつけるのじゃよ。うわ、あの、ほうほう、そうか、そうか。お前さんたちはどうやらきちんと生命学を学んだことがないようだ。うん、良い機会だ。こちらへ来なさい。ね、大丈夫？お前ら魔鋼中毒者だろって言われた。なんか結構辛くない？
まあ、クラウドはそうだから何とも言えないけど、まあでもティファも浴びたもんな。これは生命学習機、最新型が死んだ本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。では始めよう。ゲットシート着たかったんですけど。綺麗。ほうほう。驚くのはまだ早い。あ、流れ星。星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。この星はわしらの星、豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる？体は朽ち、星に帰る。では、意識、心、精神はどうじゃ？実は、精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神と混じり合い、星を駆け巡る。星を巡り、混じり、別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム、すなわち星を巡る精神的エネルギーの流れじゃな。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃがその精神エネルギーがなくなれば、これが生命学の基礎中の基礎。魔鋼は精神エネルギーの浪費。これは事実なんだな。その通り。吸い上げられ、加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され消えていくんじゃ。本当に消えるんでしょうか？そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか？親切？いや、親切じゃな。うん、お主はセミナーに参加した方が良さそうじゃの。そうだね、参加しな。もうお呼びでしょうか？お嬢さんをセミナー室へ案内してあげなさい。こちらへどうぞ。あ、はい。あ、私も。
え、クラウドは？やってらんねえよって？まあちょっとセミナーって言われるとちょっと行きたくなくなるんだよな。巡る命が消えれば星は壊れ終わる、避ける方法はないのか。例えば巡る命を強くするとか。そんなことは知らん。だがわしの生命学はもう古いのかもしれん。これほど人が星に深く関与する時代などかつてなかったことだ。星も人も変わる、生命学もな。わしはもうじじいじゃ。学びきれないのは寂しいの。難しいよね。え、どこ行ったの？上かな？いや、遠ざかってるぞ。どこでそのあれを行ってるんだろう。なんかでもあんま参加したくないよな。ナナキはどこ行ったんだろう。ナナキ、ナナキがお世話になったそうですね。はい、ありがとうございます。ブーゲン様から倉庫にある旅に役立つ物品をご自由にお持ちいただくように言われてます。あら、ぜひ倉庫にお立ち寄りください。寄ります。どこですか？これね、さっき文句言ってたところじゃん。うん、何があるんだろう。武器とかないの？武器。うわ、お金5000円、ありがたいぐらいかな。いや、まだある。潜りメダル、下がある、下がある。え、深くない？ねえ。んで？あれ、一個拾えない。拾えた。で？すごいね、こんなに全部もらっていいんだ。ありがとうって伝えないと。あ、いいものそう。はあ、クリスタルメガホン、ありがたい。ちょうどメガホンはさ、どこで手に入るんだろうと思ったんだよ。ありがたい、ありがたい。よし、ということでですね、まあ、今回一旦この辺で終わっときますか。結構今回はなんかもうずっと病気じゃないわ、勉強って感じの回だったよね。特にバトルもないし。よし、ということで、まあ、じゃあどうしようかな。景色のいい場所で終わろう。ここにする。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。